私は3回生になった時に友人がインターンに応募しているのを知ったことをきっかけに就職活動を意識し始めました。また本格的に動き始めたのは3回生の夏からです。一番初めに私が就職活動において取り組んだことは自己分析です。具体的にはモチベーショングラフを作成し、今までにモチベーションが上がった時と下がった時の共通点を見つけ出すことで自己理解を深めていきました。そしてモチベーションが上がる時の共通点から自分が何にやりがいを感じているのかを理解することができ、モチベーションが下がった時の共通点から私が力が発揮できない環境は何かということについて理解することができました。この自己分析を行うことで自分がどのような仕事がしたいのかということについてより理解を深めることができました。私は夏の時点では志望業界が定まっていなかったので、夏のインターンシップでは幅広い業界を受けることにしました。そして夏のインターンシップを終えて秋冬インターンシップの準備をする中で IT によって解決できる課題の幅の広さに魅力を感じて、そこからは IT 業界に絞るようになりました。私がキャリアセンターを利用して一番良かったと思うことは自己 PR とガクチカのブラッシュアップです。キャリアカウンセラーの方に自己 PR やガクチカを添削していただいて、模擬面接ではたくさん質問していただきました。その中でなぜという質問に対しての答えを探し続けることができました。また面接官から何を質問されるかということを考えられるようになったことで面接対策にもつながりました。私が苦労したことは本当にこれでいいのかという問いから抜け出せなかったことです。自分で決断したことでももっといい答えがあるのではないかということを考え続ける中で何度も迷子になりました。そしてこの苦労を乗り越えられたのは話を聞いてくれた友人や相談に乗ってくれた先生のおかげです。誰かに話して自分の考えについてなぜというふうに質問をしてもらうことで自分では気づくことができなかった思いや考えについて気づくことができ、より自信を持てるようになりました。私はライフイベントを理由にして諦めることなく新しいことに挑戦し続けたいと思っています。現状に満足することなく学び続けて確実にスキルを身につけて周りの人に影響を与えられるような人になりたいなというふうに思っています。また将来は会社の社内公募制度を利用して新規ビジネスを考え実現したいと思っています。そのためには資格を積極的に取得し、新規ビジネスを考えるために必要な知識であったり情報というのを早く身につけていきたいと思っています。大学では高校生の時とは違い、出会う人も学ぶ内容も幅広くなります。そのため新しい発見や出会いがたくさんあり、今までできなかったことに挑戦することができます。皆さんもぜひ向川女子大学で新しい発見をしてください。